ここへ。旅の安全を祈っております。稲荷の神が守ってくださる。俺が生まれた日、母上が蛍を追う狐を見たそうだ。狐はお稲荷様のお使いと言われてますからね。見かけたら追いかけるのが吉でしょう。そうしよう。では。私たちは殺されるが、誰一人残ることなく。まさかあなたもお侍。生き残りは他にもいらっしゃったのか。一体誰のことだ。カシネに住んでいるとか。ぜひお会いになられてください。行ってみるとしよう。足が痛いし腹も空いたな。いざ勝負。エルデーやシグラッチサモライ。
せ。欺けなんて頼まれたらよ。頼んじゃないよ。これはゲージだ。まだ根に持ってんの？逃げ足だけは一人前の臆病者なの。金は。タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍。酒井仁と申す。これはこれは。失礼しました。あっしは賢治。信頼と安心の。当時で酒売り。そんで島一番の山氏、鷹を阿座浦から助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょ。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく。何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口に合ったようで。もっとよこせ。でもうるさいのなんの。敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できた。なあ、本当にやるつもり？タカのためだから。アザモウラはどのような有様だ。歯向かったやつは殺され、生き残った奴は捕虜にされるか、下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ、でも火事場で働いている奴がいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。ふん、飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね、あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。猛虎だ。二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ。タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。構えて。荷を調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってなに。
で軍師兵っぽい。おい、止まれ。ダースだ。ダース、ほれ、酒だよ。酒か。ほら、行け。もうすぐですよ。今の叫び声は？いいから黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい鍛冶屋ならば傷つくこともなかろう。わからないだろう。そろそろです。何でもしますから。まさかうまくいくなんて。ひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですが、村の半分が焼かれてる。ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち良いか。万が一にも敵に見つかったら捕虜が死ぬんだろう。分かってる。この上、見て、門のそば。あれが一人の頭か。クズめ。あやつ、捕虜を品定めしておる。タカのところに行くかも。追うぞ。きっとタカは無事だ。肝が小さいから行くぞ。
ムトン、ビーネコイを聞こえ。おい、どうした？鍛冶屋のタカということで手を抜いてさ、そうは花物しか作ってない。やはりね、タカがいる。他に鍛冶屋がいない。わしだって鍛冶屋だ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だからタカを殺す。だがお前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、タカがやられる。兵が大勢おるな。人売りを見失う。先にタカを見つけないと。ユナ、離れるな。抜け道を探す。チハルゴ、え？あっちベリー、ザ敵。レクボンチ、君は立つでもない。Negi om har sinta. Ken twen. Binni nek pan. Nora ga yakareru mae ni kite kudasareba. チュハルゴ、チュユーハルさん。
어쩌지 빨리 가! 休ませてくれ高田、やめてくれ。姉さん、高、何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ、どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。ではそこから出るぞ。ムクロが見つかった。殺される。隠れましょう。いや、進むぞ。あそこ登れそうだ。これからどこへ。ケンジが辻で待っておるはずだ。あのケンジが村から出られていたらね。もつらい。浜に兵がいる。道を間違えたんだ。馬だ。こっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いえ、でももう家には戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモウラから少しでも離れよう。夜明けから猛虎を見てない。撒いたみたいだ。行き先を決めねばな。
この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように。命を救われたのだ。俺と同じですね。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい。もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ。タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか。飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり。村から猛虎を一掃せねば。そうだね。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。
待たせてしまったな。これはなんて果報物だ。道中気をつけよ。これをお受け取りください。これじゃ勝ち目はない。でもなんとかせんにゃん。
お侍、アザモウラを取り返すためお力添えを。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる。で、どこに囚われた。一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る。門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。門に来ます。魚がなければお前の飯はない。俺たちの飯もない。食い物がいる。魚を取れ。おい、ハルボ。さあ、敵。Güç bir iş. Thank you.
Чихот, гихте полгомште. А хадо ц. Пише. Аго. ハチの期待方を教えろ。断れば首を切り落とす。セルコテルフォルナタだ。もうさらにやることになるぞ。ピュリュ。 何言ってやがる。
オパルクチ逃がしてくれ。Nix Sachen auch im Sinn.まずは奴らを。サナブゾン。侍、この縄を切ってくだされ。逃がしてやる。もう安全だ。タカという鍛冶屋のようにわしも殺されるかと思いました。タカは村から逃げた。安心しろ。しばらく身を隠せ。鳥がおれば心強い石川先生のような。飯を探していただけなのに。
がいるんだよ。猛虎の掟を受け入れれば大ハーンもお許しくださる。拒めば罰を下す。仲間はいない。ありがとうございます。待たせてしまったな。村長か。いかにも。もうこの掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され、諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。村のクスシも神社で猛虎に捕まっているはず。頑固者なので怒りを買っておるかも。仲間がどんどん殺され、次は足の番でした。今少しだけ辛抱してくれ。恩に来ます。ここで死ぬかと思いました。動けるな。安心するな、行け。新しい網を作れ。ビッドホルクウェイ、ヘッデンウドリアフラ。魚を取れば殺しはしない。ザガスベリビッチョンサンハンディ。馬が歩かなくなれば俺は蹴る。お前が動かなくなれば俺は蹴る。さあ働け。蹴られたいのか。侍カルス、ウニカラ。ユシパクボロッタ。
치하루 누에 아치 베리 미 베힌펜 자박 수배 歩かなくなれば俺は武士らしくはないが使い手があるな。
他に手はない。チンハルボ。Би тэрийг олох хэрэгтэй. Юу ч болсонгүй шүү. Ямай юу наусе? Хэдин пиага босдог шиг. Авкай. まだ兵がおります。逃がしてやる。怪我は？ありません。手当てしろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。命を出す者が死なねば村は平和になりません。奴は村長の家におります。Yeah!
石川先生は生きておいでなのだろうか。
侍か。よくも民を苦しめたな。もうこの掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。Ah!
傷は癒えることはない。石川先生が生きておいでなら手を貸してくださる。何かご入り用でしょうか。酒井様、生きていらしたのですね。なんとかな。どこかで会ったか。ああ、いえ、ただご出陣のお姿を見ただけです。これをお受け取りください。お探しの者へと誘う力があると言われています。それはお主が持っている。猛虎が怖くて私は動けません。もし道すがら花を見つけたらここに持ってきてもらえますか。いろいろ染め直しますよ。覚えておこう。助かった。素材が足りないようですね。礼を言う。どうかお気をつけください。お前がいてよかった。
困っておる様子だが、何があった？クタの集落でひどいいさかいがありまして、族と猛虎が殺し合ってたんです。そやつらが揉めようと止める道理はないが、民が巻き込まれるのは避けたい。お主は逃げよう。俺が見てこよう。うちの道具を見ていってください。お役に立ててください。恐れながら数が足りませんね。お目が効きますね。助かった。お達者で、お侍様。ご遠慮なくご覧ください。お手伝いできて光栄です。恐れながら数が足りませんね。だから琵琶法師がそう。役に立ちますよ。ここで良い知らせをお待ちしてますね。万が一猛虎に盗まれたら。
宿の者なら先生の所在を知っているはずだ。お侍、そちらは酒井家の太刀では？詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ、まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か、懐かしいな。よろしければ一度お試しください。その太刀はまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。ではお達者で。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは？生きておる。道場はどこだ？森の先です。ご案内いたしましょう。いい日和です。ご出陣なさらなかったのね。そうだ、戦の前日に村にいらっしゃったんですが、重くなご様子で。まあいつものことですけどね。あの先生の伝説はまことですかね？伝説だと？たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。まことだ。もっとも射抜いたのは船ではない、海賊の頭だ。怒らせないように気をつけにゃ。後ろめたいことでも？滅相もございません。では心配には及ばん。道場はあの山の上にあります。病になれば死ぬしかない。助かった。ここまででよい。あと一つお尋ねしても？先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです？さあ分からんな。いやいや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。
石川先生の道場。いさかいがあったか調べてみよう。射抜かれた後に矢を抜いておる。これは血の跡、新しくはない。足跡だ。いたものかいられたものか。住居へ逃れられたのやも。武士にしては質素な伊織。動くな。石川先生、酒井の跡取りか。生きておったとは。駒田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何卒ご助力を。遅れを取るなよ。他に生き延びた者はおるか。存じません。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらん。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴？女子か。生まれは。生まれは百姓だが弓は並ぶ者などおらぬ。お主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望。巴は神道よ。もうこん殺す。ノッターだ。ヤツとして踏め。すっごいな。出した。
やつら酔ったタヌキだな。だが菰田では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。巴の足跡だ。来い。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った跡が。襲われたか。調べるんだ。血の跡わずかだが。死者はおらぬな。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。米と泡手つかずだ。不意を打たれたな。どうなっておる。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問、あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。砦は近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたか分かるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。ここで止まれ。話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも。増えての者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛むわ。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。手前にある灯籠を狙ってみろ。的が遠ければ矢は落ちると教えたろう。集中せんか。今のは肩ならし。次は奥の灯籠だ。左だぞ。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうかの。やはり早まったかの。ご安心を。次は必ず。どう思った。手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。この弓があれば菰田でも。良き弓だが戦を決めるのは人だ、武具ではない。猛虎の兵器は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよう。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。蜂の巣だ。いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。樽で痛手を与えられるやも。やるかいはあるの。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。旧兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。門が開いたら
敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかるの地に乗り込み、巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。門が開きます。わしの合図を待て。だぞ。今だ。奴らをメイドへ送ってやれ。まずまずだな。中にも敵が。すぐに消す。そして巴だ。出るでかぜ。ラスカイ。縛られ、矢の的にされたか。巴は、待て、これは巴のもの。辺りを調べろ。
猛虎の矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。海わしの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。猛虎の兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。巻物。猛虎の言葉で弓について書かれている。あなたの名もここに。わしの教えを猛虎に売ったということか。誰かが住んでおったようだ。女子の衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。聞こえたか。島のものです。誰かお助けを。寒い。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ。己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、行ってよ。死にたくない。長いは無用。行くぞ。殺しておれば。なんと。自由を得るため巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生。わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生。お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの休日を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ。わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。ああ、約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めれば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。対馬随一の女武芸者だ。
張るつな。逃がしてなるものか。いや。お侍様、橋を渡れないのです。どうした？日吉の湯へ向かう途中で橋を渡ろうとしたら、猛虎が谷で待っていて下から矢を射い始めたのです。怪我人が？文太、私の甥です。おとりにされておるのか。家族を橋から遠ざけておけ。あとは俺が。Would you think I'm gonna get your sneaky now? Bertilla! Stop you!
止まった。終わったぞ。家族が待っておる。ありがとうございます。もう渡ってよいぞ。
兵は倒した。痛めつけましたか。なぜお主が気にかける。このまま日吉の湯へ向かえ。油断するでないぞ。はい、そうします。侍様、お譲りいただけるものはございますか。また来よう。役立つものばかりです。戦を生き延びたのか。すごいな。出陣の瞬間、お手伝いできることは。さあ、うちの道具を見ていってください。侍がいるらしいぞ。女房の弟がその目で見たって。獣の侍できっとやつだ。何言ってるの。死んだ侍で。
足立家の親方、政子殿がおるはず。政子殿、足立家のご一族、誰かおりませぬか。争いの後だ。何者かが押し入ったか。薙刀、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。調べるか。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。ひずめの跡。逃げた者がいたのか。追ってみよう。足跡。追っ手がいたようだ。
旧兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ、これは足立家の馬だな。死んで数日。政子殿、私です。お主は境家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は？武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死にを。さようか。なぜここへ？叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢。私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓に。来い。これから小金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。罪の報いを与えねば。奴らがのうのうと生きておるなど一族の恥。恩美の咎ではない。この手で成敗せねば顔向けできぬわ。お主一人で行ってくれ。草原という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。草原と話したら甲冑師を見つけろ。
修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。私ならばあなたの弓の力を引き出せます。それは頼もしい。ぜひ見てくれ。もったいないお言葉。では素材をお持ちくださいませ。その後は私が。申し分のない出来でございます。助かった。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。僧源という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。なぜ猛虎はあのお方を捕らえたのか。それが猛虎の過ちだ。侍のことを知らない。太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。堺家に伝わる宝刀、素晴らしい一品です。見ただけでわかるのか。私には刀の顔がわかるのです。人と同じくそれぞれ違うのですよ。堺様、素材をお持ちくだされば喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。その太刀は五分を運びます。壊せるものは全て壊してるみたいです。家や神社じゃ足りなかったので、クロード様が技の裏に入ったらしいな。酒井様、無事であったか。長尾家の下男の権次郎と言ったな。長尾殿のことは無念であった。俺のような者のことを覚えててくださったんですね。あなたのおかげで大勢が助かってます。戦はまだ始まったばかりだぞ。だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使えそうなものを集めました。どうぞお受け取りください。これは助かるな。皆に礼を伝えてくれ。他に役に立ちそうなものがあればあなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。対馬をどうぞお守りください。この近くに役立つものはないか。残念ながら。ですが神社をお参りすれば手を差し伸べてくれるはず。鳥居を見つけて社まで進めば何かいただけるかも。神の看護を受けた御符があるというな。ぜひ手に入れたいものだ。草原か。さようで。酒井と申す。お侍、何用で。政子殿からことづてだ。足立家の親方が襲われて他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしよ。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。一人ではないぞ。
甲冑師を探すか。やめてくれ、俺が何をした。何が望みだ。酒井様、ご無事で。どこが何者かって噂聞いた。鎧を仕立て直しましょうか。雅子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあれば、いつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。あなたをお守りするためなら腕を振るいましょう。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。あなた様のお役に立ててよかった。お気をつけくだされ。恐れを知らぬ毛量が静かに潜んでおります。この世でクロードだけでしょう。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。草原め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。知らぬか。どうか不服なんです。ここからはしゃがめ。好ましくはずね。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。隠れましょう。
リアド。近づきましょう。こっちだ。まさかお前生きておる。武士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。加減はせんぞ。お前を殺せば名を残せ。我が一族の仇。もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。雅子殿、私は家族を埋めたのだ。一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は人を食よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらべさえもか。やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。飯が尽きている。長くいたのだな。うん、名前と家紋だ。雅子殿に聞くか。何か見つかったか。何者かの名と家紋が。
確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。よし、影。Thank you.